h f b 3 2 0ハンザジェット、h f b 3 2 0ハンザジェット、h f b 3 2 0ハンザジェットは、1964年から1973年に、ドイツの航空機メーカーのハンブルガーフルクツオイクバウで、生産された全金属製、双発の重座、ビジネスジェットである。この機の最も特筆すべき特徴は、機体中央部に配された全身翼である。 この配置は客室容積を減らすことなく客室の後ろ側に主翼の桁を通すことができる。2006年までの時点において民海航空機で唯一の全身翼機である。最初の試作機が1964年4月21日に初飛行を行い、試作2号機が同年10月19日これに続いた。1965年5月12日に試作1号機が t g 尾翼に起因する問題で失われた。ハンブルガーフルクツオイクバウのチーフテストパイロットはこの墜落事故で死亡した。この墜落事故により量産機に装備されたスティックプッシャーを含む失速特性の改善が図られた。最初の量産機10機の組み立てが1965年5月に始まり、1966年2月2日に量産初号機が飛行し、 その後間もなく別の2機が続いた。1967年に形式認定を取得し、1968年3月に最初の顧客の反武力のゼネラルエアーに引き渡された。1963年にドイツ連邦空軍は13機の HFB320 を発注した。1966年にこの機種の評価の一環として、 オーベルファーフフェンホーフェンの S と61飛行隊に2機の量産型が配備された。1969年には VIP 輸送機としての配備を開始した。競争力のある新しいジェット機の登場による市場競争の激化と比較的低い安全性の実績により販売は衰えていき1973年に生産は終了した。航空安全ネットワークによるとこの機種では 合計9件の事故が記録されている。20%という驚くべき機体損失率であるが、機体設計が直接の事故原因だったのは試作機の墜落ただ1件のみである。大多数の事故の原因はパイロットのミスによるものである。ありがとうございます。